大阪大学大阪大学産業科学研究所大阪大学産業科学研究所は大阪大学の淵研究所で産業に必要な自然科学の基礎と応用に関する研究を目的とする研究所である情報、生態、材料の3領域を対象としこれらの個別融合科学の研究を行っている大阪大学吹田キャンパスに所在する 東北大学多元物質科学研究所、北海道大学電子科学研究所、東京工業大学科学生命科学研究所、九州大学先導物質科学研究所との後、大学府知研究所で物質、デバイス領域共同研究拠点を形成している。1931年に医学部と理学部で開学した大阪大学は、1933年には、 旧正大阪工業大学を合併し、工学部を設置した。大阪をはじめとする関西財界では、教育と研究の二つの機能を持つ、大学学部組織よりも研究機能の性格を強めた、理工学の大研究機関設置の機運が高まり、有志により1937年に産業科学研究初期生成同盟会が設立された。翌1938年には、 財団法人大阪大学産業科学研究協会が発足した。このような経済界からの期待と支援を受けて、1939年11月に、自然科学に関する特殊事項で産業に必要な、ものの基礎的学理及びその応用の研究を目的に、本研究所が設置される。関西の利権を目標に設立されたという。設立当初は、 堺市に所在したが、大阪大学統合計画に基づき、1968年、大阪大学水田キャンパスに移転した。電子工学、情報科学、金属及び、無機材料科学、有機化学、生物科学、高分子科学、放射線科学などの分野で広範囲に研究を進めてきた。また、海祖や付属研究施設の設置、 拡充などを重ね、2009年に、現在の産研究部門を呼び、付属総合解析センター、量子ビーム科学研究施設に改装した。2010年3月には、産研インキュベーション棟が竣工し、産学連携を一層推進、反対で、初めてのオンキャンパス型企業リサーチパークを、形成している。2010年4月、物質、 デバイス領域共同研究拠点を形成し、全国の大学、企業研究者と大型共同研究プロジェクトを展開している。2013年11月には、文部科学省、革新的イノベーション創出プログラムの拠点の一つに、大阪大学が採択され、その中心研究機関として、3県が活動を開始している。大阪大学の府研究所では、 最大規模となっている。ありがとうございます。